ガーディアンの活躍によりダブルの影響は断ち切ったが、イスアルス内の魔物は消えていなかった。たびたび起こる国境線での戦いにクエント国王ハリエットは陣頭指揮を取り、迫る魔物を食い止めていた。ガーディアンもまた最前線にて奮闘。しかしその胸中には一抹の不安があった。ダークファルスダブルの類似反応ほとんど消失、これで終わったんでしょうか。そうですよね、深淵なる闇もエルミルも残っているんですもんね。特にエルミル、いくらなんでも神出鬼没が過ぎます。彼は一体どこに。地震？一体何が。出てきた。ハリエット様、ここはもう持ちません。至急後方への避難を。しかしそれでは。ここで死ねばそれこそ取り返しのつかないことになります。ハリエット様どうか。わかりました。バルナ、全軍に交代命令を。戦線を維持したままクエント国内まで退きます。はっ、すぐに伝令を。な、何事だ。クエント国内側からの強襲です。敵がなだれ込んでくるぞ。ハリエット様をお守りしろ。ハリエット様、ここは危険です。強引ですが突破します。どうか離れないように。魔神城も召喚術師もなしに魔物がどうして出現するんだ。ハリウッド様、古城は敵がいません。船でお逃げください。ここは私が食い止めます。バルナ、心配は無用です。ハリウッド様、必ずお迎えに上がります。行け、ハリエット様を頼むぞ。はっ。バルナ、バルナ。ここになら敵はいないはず。ここにも。ガーディアンが必ず何とかしてくれる。だからそれまで私は折れるわけにはいきません。
来てくれたのですね、ガーディアン。信じていました、信じて。本当によかった。これで世界は一つに。あのガーディアン、シエラさんはどちらに？君、思ったよりも目ざといね。わざわざ趣を似せてあげたのに台無しにしてくれちゃってさ。あなたはヘルミル。嫌に驚くね。僕が生きてることなんてとっくにご存知だっただろう。不死身だとでも言うのですか？こんな世界での生き死になんて何の意味もないじゃないか。それはどういう…ガーディアン君は頑張ってくれたよ。そのうちこの周辺一帯の戦乱も落ち着くはずさ。そしてガーディアン君は本当に本当によくやってくれた。エルダー、ルーサー、アプレンティス、ダブル、おかげで全ての因子は地に帰った。あとは僕と君だ。分かっているんだろう、ハリエット。いやさ、エフィメラの器よ。エフィメラの器？エフィメラの魂とエフィメラの器、それが一つになることにより世界もまた一つになる。つまり君が望んだ世界が出来上がる。何も不満はないだろう、ハリエット。いや、いやです。そんなことをすればこの世界は。さあ、奇跡を起こそうじゃないか。世界を壊す奇跡をさ。決まってる、マユだよ、マユ。生まれいずる原初の深淵、それを包み込むマユさ。あなたはヘルミル？いや、エピック以来だね。ちょっとご挨拶とお礼を言いに来たよ、先輩。釣れないな、先輩。しょうがない、とびきりのヒントをあげるよ。これなんだ。おっかないな。これはもともと君のものだろ。いや、未来の君のものかな。大正解。僕はダークファルス・ペルソナ、その名を受け継ぐ者さ。アカシックレコードと同化した深淵なる闇、そこから漏れ出た闇は生まれる前の僕に、エルミルに宿ってしまったってわけ。わかるかな。僕はエフィメラと共にこの世界に生まれ落ちたのさ。いやあ、僕困ってたんだよね。
ダークファルスの因子がばらけちゃって、このままじゃ深淵なる闇になれない、ダークファルスとしても中途半端な僕、嫌だなってところに先輩だ。いやー、ほんと助かったよ。先輩がダークファルスどもを倒して因子を僕に戻してくれてさ。因子を戻す？あれ？もしかして気づいてなかった？先輩の力がどれだけず抜けてても、ダークファルスの力をそのまま利用なんてできるわけない。僕がもらっていたんだよ、因子は。先輩は残りカスを受け取っただけだから、体も問題なし。因子をもらうって、そんなことどうやって？おや、アカシックレコードも孫までとなると随分劣化するもんだね。深淵なる闇はアカシックレコードの具現した世界にくっついたんだぜ。だったら因子の戻り先なんて明らかだ。正解。この世界そのものが深淵なる闇、僕の生まれいでた場所さ。と言っても紆余曲折あったんだよ。僕だって最初はこんなんじゃなかった。表だって動く気なんてなかったよ。じっと静かに時が来るまで眠ったまま、誰にもバレずにことをなすつもりだった。ただたださ、あのルーサーってのはどんな時代でも余計なことしかしないんだよね。召喚だかなんだか知らないけどさ、僕にアクセスして天草へ呼び出す。計画をまるっと台無しにしてくれてさ。しかも僕の器まで奪っていっちゃうし、もうそうなると黙っちゃいられない。盛大に人同士で愛争ってもらって、器と因子を取り戻そうってね。ああ、そうそう、器だ器。それも先輩に感謝しないと。器を守ってくれてありがとう、先輩。おかげで僕は十分に力を蓄えた上、完全な状態で復活することができる。あの器のこと、なんて言ったかな。ああ、そうそう、ハリエットだったかな。ハリエットさんに何をしたんですか。ごめんと、さすがの先輩。それじゃあ、あれが何なのかもわかるだろう。僕はここにしかいられない、ここでしかいられない。だったらさ、全てを取り込むまででしょ。それがダークファルスってもんだろうなあ、先輩。おっと、短期は損期だぜ先輩。まあとっくに遅いけどね。それじゃあね先輩、君の世界を壊す英雄譚はとっても魅力的だったよ。二人とも、ちょっと緊急事態。無理やりで悪いけど引っ張り出すよ。ごめんね、急に戻しちゃって。その、本当に大丈夫？あなた、ひどい顔色してる。何かあったの？わかった。
おそらく相互に関係あるんだろう。まずはこっちの状況を説明するよ。ブラックホールが爆発的に広がった。吸い込んで大きくなるではなく、明らかに内側から膨らんでいる。これが現在の望遠状況だ。この鼓動音は、音が伝わらないはずの宇宙に響き渡っている鼓動音。それだけでも異常だけど、あのブラックホールは心臓のように鼓動しながら拡大を続けている。二人とも、オメガで何があったのか、それを教えてくれないかな。はい。オメガ自体が深淵なる闇。深淵なる闇がオメガにくっついてるんじゃない。オメガが深淵なる闇の背中にあったようなものか。でもおかしいよ。深淵なる闇の素体になってたあの人はどこに行ったの？ペルソナを名乗ったエルミルの嘘という線もあるけど、それをわざわざ言う意味ないよね。この状況で楽観的に考えるのは危険だろう。僕らの知るペルソナはすでにいなくて、エルミルがペルソナとなっている。それを真実と仮定して動くべきだ。現状を引き起こしている原因がエルミルとその眉にあるのだとすれば、それを何とかすれば止まるはず。何とかするって、つまり倒すってことですよね。それは可能なことなんでしょうか？それにあれを倒してしまったら、ハリエットさんはどうなってしまうんでしょうか？この程度で諦めるつもりか。笑わせる。あなた、うん、そうだよ、あなたの言う通りだよね。どうなっているのかわからないとしても、何もしなくていいわけじゃない。もともと何が何だかわからないことを解決するためにやってきたんだし、やれることをやるだけかな。僕たちはこちらの解決策を探る。二人はオメガの調査を引き続き頼む。時間の猶予はあまり多くない。それでもまだできることはある。この人も言ったようにね。まずクエントに行ってみましょう。ハリエットさんが不在ならば相当混乱しているはずです。エフィメラがあっちの世界で出てきたのって数十年前なんだよね。ということは、そのぐらい前から深淵なる闇が入ってたってことになるんだよね。深淵なる闇とこの人はほぼ同時にオメガに行ったはずなのに、どうしてそんなずれてるんだろう。ほほん、せっかくなので説明しましょう。前にも言ったかもだけど、本来アカシックレコードの中は目まぐるしく時が巡っている。記録の整理に合わせて様々な世界がぐるぐるってとんでもない速度で巡ってる。そこに深淵なる闇って不純物が入って、その一瞬後にあなたが入った。あなたが入った瞬間、私が気づいて時間を同期させたんだ。時間を同期？まあなんかうまくやったって思ってくれればいいかな。ただその一瞬、ほんのちょっとの差が向こうの世界では数十年だった。そのぐらい目まぐるしく時が巡り続けてる場所なんだ、オメガは。いや、アカシックレコードの中は時が巡る
って言い方もおかしいか。記録がぐるぐる巡ってるかな。じゃああの時にアルマさんが時間を止めなかったら、もしかすると一瞬でブラックホールが出来上がって全部を飲み込んでたのかもね。図らずも私ものすごいファインプレーをしたのかもしれないな。